原発事故から12年、ついに海へ放出されました。きょう午後1時ごろ、福島第一原発で始まった原発処理水の海洋放出。放射性物質トリチウムを含む処理水は、大量の海水と混ぜ、トリチウム濃度を安全基準の40分の1未満にして放出されます。トリチウムを含んだ処理水の海洋放出、実は島根原発でも行われています。中国電力は放出される処理水の濃度は国の安全基準よりも大幅に低い値としています。例えば島根原発2号機が稼働していた2011年、3ヶ月間のトリチウム平均濃度は国の安全基準の12万分の1だったということです。こうした中、今日島根原発から30キロ圏内の米子市では、汚染水の海洋放出、これに断固抗議し中止を求めて皆様に訴えております。声を上げていたのは立憲民主党の湯原俊治衆議院議員をはじめ、社民党と日本共産党の関係者なのです。先ほど午後5時から米子市公会堂前で海洋放出に対する抗議活動を行いました。漁業者の皆さん方に、理解ないままでは放出しないって政治が約束してたことを、ある意味で保護にして既成事実化して放出をしてしまうってこと、責任持てるのかっていうことを改めて言っていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。山陰地方でも大きな関心を呼んでいる原発処理水の海洋放出。東京電力はホームページでトリチウム濃度などリアルタイムデータの公開を始めています。